今回はですねスペシャル企画ということで福島県磐梯町にあるある古民家に来てるんですね。そして私をご招待してくださったのがまあもうスーパースターですよね、星野リゾートの星野義治代表です。星野さんどうもお招きいただいてありがとうございます。こんにちは。雪山までいらしていただいて、はい、ありがとうございます。星野さんはね、もうビジネスの世界ではとてもスキーがお好きということで有名なんですけど、ね、今1年間どのくらいですか？1年間70日ですね。すごく面白いことにね、はいはい、僕がね経営を勉強する中で僕はその経営もスポーツと非常によく似ていて、はい、やはりその理論っていうのはあるわけです、うん、統計的にこうやってる企業はもう過去10年間利益率が高いとか、はいはい、でそれをこう身につけていくっていうことが優秀な経営者になるんだっていうのは、まあ、この番組やってるとやっぱ皆さん本当に事業承継苦労されてる方も多いんですけど、まあ、当然星野さんも、すごく葛藤がありましたね、大変だったです。会社のその資産やお金と個人のものがこうごちゃごちゃになってて、まあ、はっきり言うとどんぶり勘定になってるわけですよね、なるほど、ちゃんとしていきましょうと、税法上もこれ問題ありますと、なんてことを提案したんですけど、そこはやっぱりね同族一族のやっぱり既得権なんですよね、地雷を踏んじゃったようなところがありまして、ものすごい反発を受けてですね、僕は半年で辞めさせられたんです。クリエイティブな事業承継のモデルを探る賢者の選択サクセッション。